速稼塾のことです。 XRP の訴訟問題気になりますよね。これどうしたもんですかね。で、私はね、 XRP がなくなることを前提に今年見ているのか、それとも XRP は、まあ、問題なくこれからも存続するっていうことで1年の計画を立っているのか、これ非常に重要なことだと思うんで、これをですね、ちょっとこう暗号通貨の取引所からヒントを得てみたいと思うんですよ。それではビットバンクの今日から、今日来たね、メールの方をご覧ください。これがね、ビットバンクの暗号資産を貸して増やすっていうコーナーなんですけども、もちろん前提として絶対はないってことは皆さん心に留めておいてくださいね。こういうふうに書いてます。暗号資産を貸して増やすとは、ビットバンクとお客様が私たちですよね、暗号資産の消費者貸借契約を締結し、最大年利約 3% の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。1年間の満了日を迎えると、募集月にお客様が貸し出した暗号資産に当社所定の利用料を加算してお渡ししますということですよね。ということは、100万円分のビットコインを預けておくと、1年後の今日100数万円になって返ってくるっていうふうに考えればいいのかなと思います。これがですね、だから1ビットを貸したら 1.03 ビット05ビットになって返ってくるというのとは大きな意味が違います。これがどっちかなってことはよく理解しておかないといけないですよね。で、第1次募集が1月1日、今日からですね。で、1月31日、今月月末まで行われています。そして満了日は、来年2022年の1月31日なんで、受け取ることができるのがね、返金を受け取ることができるのが、2022年の2月以降のどこかということになります。さあ、それではね、ここから XRP がどうなるのかってことを見ていきましょう。ビットコインがこういうふうな利率であるのは確かなんですけども、XRP についても、来年の今頃利息をつけて返しますよっていうふうな計画になってますよね。ということは、このビットバンクは XRP については存続するだろうと、今年来年もあるだろうということを前提にこのサービスをやっているということと考えることができます。だからといって XRP が絶対安全ですよっていうのは保証はないですけども、こういうふうなね、他の方とか他の暗号通貨の取引所、投資家さんがどう考えているかってことはかなり重要なファクターになりますので、捉えていこうかなと思っているところです。ちなみに私もね、暗号通貨のこうやったレンタルサービス参加しております。まあ、暗号通貨ね、ただ置いとくだけでもいいんですけども、信用ができるところだったらね、一部貸し出しに出して金利をいただいてもいいのかなと思います。ただ金利なんて問題にならないくらい暗号通貨のボラティリティって大きいですから、あんまり意味ないんじゃないかなと思いながらも、ただね、やっぱやってみないと分かんないところがありますので、本当に一部を預けてその動きを見ていこうかなと思っているところです。じゃあ本日はね、 XRP について暗号通貨取引所がどう思っているのかってことを、まあ、キーポイントにですね、放送のお届けしました。それではこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。